幸福のもなか、バカバカしいお笑いを一席申し上げて、お後と交代ということにさせていただきます。もなかでございます。突然もなか、なぜもなかかと申しまして、と本日こうして会場いっぱいにはとバスでお越しの皆々様、全国もなか小連合会のお集まりだそうで、席亭の方もここは一つもなかで頼むていことになりまして、私も思いつくまま苦し紛れの一席でございます。どんなことになりますやら。あんこや、どうしてお前はそう人前に出るのを恥ずかしがってばかりいるんだい。あんこと申しますのは、今年18になりますおぼこ娘。おぼこと申しましても、今時の方はご存じないかもしれませんが、世間を知らないうぶな娘。ま、言ってみれば真相の霊嬢。何しろ真相でございます。今時の家は隣とくっつき合った朝窓ばかりでございますが、真相てくらいだから、垣根んとこから窓まで数十メートル、総坪数500坪はあろうかというお屋敷の一人娘。このお嬢様は気立てはいいんだが気量がよくない。顔が真っ黒とまではいかないが小豆色、おまけに顔中ブツブツだらけ。こしあんの方じゃなくてつぶしあんの方だったようですな。このブツブツを気にして人前に出ようとしない。気量の悪い子ほど親はかわいい。なんとか化粧でごまかせないかといろいろ考えたわけでございます。そういやお前さん、ほら私がよくやるパックね、あれなんかどうかしら。おお、顔に薄く貼り付けてピラッと剥がすやつかい。ってことになりまして、寒天でございますな。これを薄く伸ばしてあんこの顔に貼り付けてみた。こうしてあんこは人前に出たわけでございますが、近所の人が指さして、あの子あんこじゃないの、どの子、かの子よ、なんて噂しましてな。一目であんことわかるということは、顔のブツブツが隠れきってない、皮が薄すぎる上に透き通ってるのがよくなかったようで。餅なんかどうだろうね、薄く伸ばして貼り付けたらいいかしんないな。いきなり餅肌になれるわけだし、大福という名前も縁起がいいし。てんで早速あんこに貼り付けてみると、意外なところに難点があった。お母さん、これじゃ息ができない。息というものは人間にとって大切なものでございます。水泳ができない、飛び箱ができないという子でも息だけはできる。人間は平等に息ができるようにできているわけでして、うちは貧乏だけど子供たちに息だけは十分にさせておりますなんて親御さんもいらっしゃる。その息ができないのは人間の根本に関わるということになりまして、あんこの両親はまた考えた。小麦粉に重曹を入れたらどうか。そうすれば薄い膜の中に気泡が入る。気泡入りの膜ということはフィルターというわけでございますな。すなわちまんじゅうというわけで。あんこはできた子ではございますが、そこはやはりお嬢様、どうしてもわがままなところがございます。お前さん、あの子が言うにはね、なんだかベタベタして気持ちが悪い。息はできるけど顔が蒸れるし、もろもろ崩れてファンデーションとしては最低だわ、とこうなのよ。とはいうものの、かわいい娘、またしても3、7、21日考えて考えついたのがもなかの皮でございます。これをかぶせてみますてと、乾燥していて気持ちがいいし通気性も抜群。合わせ目んとこから息ができるし、
蒸れないし漏れないしと大好評。あんこはもなかの皮をかぶって早速町へ出て行った。何しろあんこでございますから早速ありがたかってまいります。静岡のお茶問屋の次男坊で福島大学の商学部あずき相場科というところを出た好青年。すっかり気に入ったあんこは青年を早速連れて帰ってお父さんに会わせたわけでございますな。これ青年、うちのあんこのどこが気に入った？味わってみましたところ、皮とあんこの具合がとてもいい。皮は香ばしくていいが、上顎にはっつくのがやや難点です。なんてことを言ったわけですな。お父さん怒りました。味わったとはどういうことだ。具合がいいとはどういうことだ。上顎にはっつくとはどういう味わい方をしたんだ。なんていろんな風に怒ったわけでございますな。しかしそこはそれ、お母さんの方が取りなしまして、福島大学というのは略せば福大、ひっくり返せば大福、小豆相場科というのもあんこと相性がいい、とにかくめでたいと強引にめでたい方へ持っていきまして、カラスカーと鳴いて翌日のこと、一人の紳士がこのお屋敷を訪れて差し出した名刺には全国評価組合理事とございます。お宅でこしらえたもなかの皮、あれを一括購入してアイスもなかとして発売したい。またカラスカーと鳴いてその翌日、また一人の紳士がやってまいりまして、差し出した名刺には全国露天商組合理事とございます。お宅のもなかの皮を一括購入して金魚すくいに使いたい。めでたいことは重なるものでございます。もなかとお茶屋という願ってもない取り合わせの二人が過食の天。商売は繁盛。500坪の敷地に2世帯住宅を建て直しまして、もなか一家は幸せの真っただ中、幸福の真っ最中とこういうわけでございます。お後がよろしいようで。